お疲れ様。乾杯。乾杯。乾杯。何みんなないね。それそっか。私たちのクラスビリだからね。誰のせいよ。池田さんアンサー。私のせいです。そうよね。あんたは他のみんながリレーの練習で残ってるのに、あんただけ見たいアニメがあるって言って帰ったもんね。足遅いくせに。そうよそうよ。池田さん、またナナコさんに絡まれてる。気が弱いからああやっていつも責められるんだ。アニメに向かって走るときだけ収束なの意味わかんないのよ。そのオタクゆえ何とぞ。ナナコさんも変よ。他のクラスは野球部やサッカー部のエースがいるのに、文化部ばかりのうちのクラスが勝てるわけないじゃない。ああやって無茶な計画を立てて失敗した人間をみんなで責める。本人はリーダー気取りだけどやりすぎよ。あんたが足遅いのはいいよ。人間不得意はあるんだから。だったらさ、努力してみんなに追いつく努力をしようよ。みんなもそう思うよね。はい、そこで私たちはこの屈辱を次の文化祭で返上する。私たち2年生は出し物として演劇を出す決まりよ。そこで私たちは演劇で最優秀賞を狙う。これからみんなワンチームで努力をするわよ。サボる人間は許さない。私の SNS のプロフィールを見なさい。フォロワー1万人よ。私には力がある。力こそパワー。何言ってるのこの人。私にできることはあなたたちにもできるって信じてる。だからお願い、私についてきてフォローミー。みんな、ナナコは自分の名誉のためじゃない、みんなのためを思って言ってるんだからね。なのにナナコだけ泣いてる。こんなのおかしいと思わない。だからもう一人、責任を背負うリーダーを選出するわ。かなでさん。あんた、舞台俳優のレッスン受けてたわよね。そこであんたを舞台監督に任命するわ。っていうことがあったんです、先生。うわぁ、そいつダメすぎるでしょ。マジになるのはいいけどさ、その気がないやつを無理やり巻き込むとか最悪じゃん。アメちゃんもよこさないのね。ですよね。そのアメ喋るんですね。ですよねじゃない。それであんた舞台監督を任されたんでしょ。ったく、どうしてそんなリーダー失格の人間に人がついていくのよ。それが、ナナコさんは読者モデルとかをやっていて SNS のフォロワーが1万人いるんです。やるじゃない。単なるジャイアンじゃないのね。それで、すでに実績を出している人に私たちは口出しできなくて、でも私本当はあの人の下で働きたくないんです。まあ、かなで、あんたの舞台俳優の師匠として命ずるわ。あんたが気が弱いのを克服するいい機会よ。はっきり断ってきなさい。あんなちゃくられてんでも断らないよ。はい。また翌日。かなでさん、これ文化祭で上演する演劇の脚本よ。オールナイトでオールライトしてきたわ。いや、私は断ろうと思って。熱っ、ひどい脚本。舞台設定は曖昧、セリフはめちゃくちゃ時数オーバー。こんなの上演したら3時間くらいにはなっちゃう。なんてギルティ。どうできそう？時数が多すぎます。もっとセリフを減らさないと。じゃああなたが減らしといて。私は衣装作りに入るから。ちょっと待って、なんて。よろしくね。引き受けてしまった。エクスデーまであと2ヶ月。それまで2日後。最近あんた疲れてない？え、いえいえいえ、そんなわけないじゃないですか。やだな、先生ったらラストナイトにオールナイトでリライトしてたなんて言えない。その顔、断れなかったみたいね。もういいわ、出て行きなさい。え？女優にとって10代は一番チャンスに恵まれる時期よ。そんな時にヘラヘラして時間を無駄にするなんて、あんた、やる気ないでしょ。追放ってわけよ。悲しみに寄り添う雨ですか。うわ、最悪。傘盗まれてる。しょうがない、駅まで走るか。濡れるの嫌だな。ごめんね、降るねちゃん。かなでさん、どう？脚本はできた？じゃあ、雨ストップ。ここからシリアス。あ、すいません。ごめんなさい、まだで。すいません、屋根の下に入っていいですか？いいよ、すぐ終わるから。え、終わってない？脚本が遅れたら作業が進まないのよ。そのこと分かってる？でも私だって忙しいし。ああ、できもしないのに安請け合いしたわけ？何それって。私は有能ですアピール。ふざけるんじゃないわよ、この芸能人気取りや。この人完全に壊れてる。この日私は彼女の異常性を察知しました。そして嫌な思いをする前に学校を休むことを決意したのです。まあ、家族には相談しにくいな。レッスンもやめさせられて、親は私がグレたと思うかも。このまま毎日学校へ行くふりしてぼーっと散歩する日々が続くのかな。おーい、かなで、久しぶり。どうしたの？私から呼び出すってことは愚痴大会？久しぶり、春。まあそんなところ悪いね。高校生になっても春以上のフレンズできなくて。あーあー、別にいいよ。ね、ご飯行かない？あー、ラスト一緒に帰らない。うわー、ライブハウスだ。春ってこういう店で入りしてるんだ。ところでかなで、聞いたよ、ななこさんの噂。マジ？もしかして駅前で騒いでたの噂になった？うん、あのななこって人 SNS やばいよ。見る ?5 月20日、今日学校の体育祭が終わった。足手まといの陰キャがいてクラスは負けた。意識の高い人、意識の低い人、格が違うのに同じクラスにいる不思議。不思議って同じような学力だから同じクラスなのに面白い子だね。あ、全然笑えない。9月21日、意識の高い人間は愚民を導いてやる義務がある。目指すは世界平和。そのためにできることから一つずつ問題を潰していこう。そのためには文化祭の演劇で最優秀賞を取る必要がある。グミどもよ、私続け。これが彼女のラストスペル。どうしてフォロワー1万人もいるのに。噂だけど、あまりにもこういう意識高い系のイキリ発言を続けた結果、読者モデルをクビになったみたい。それがショックでしばらく書き込んでないみたいね。当然よ、書き込みの中にはただの悪口もあったから。怖いわよ、あの人。どうにかならないの？問題行動を許してしまう学校の問題な気がするな。普通なら先生が叱るよ。ほのか先生には好かれるでしょ。成績はそこそこだし、美人で1年生の頃は普通にいいリーダーだったの。けど彼女が企画したゴミ拾い運動を新聞や雑誌に取り上げられて、若者たちのリーダーなんて言われて。よ、日本の希望。フォロワーが1万人を超えた時からななこさんはおかしくなってしまったわ。時のテレビ見てた。結局先生たちにこの子は利用されてるんだよ。かなでの学校って私学でしょ。学校の有名人として担ぎ上げて学校の人気を高めたい。そういう思惑で彼女をよいしょよいしょ。まあネット慣れしてない先生は自分たちの生徒が不用意にバズってはしゃいじゃったんでしょうね。だけど子供って褒めすぎると調子乗るよね。結果生まれたのがあのブロックンななこ。That's right。そっか。彼女は周りの大人の期待に応えようとして壊れてしまったんだ。なんだかかわいそうな気がしてきたな。かなでって優しいね。ねえ、まだ舞台演劇は続けてる？いや、いろいろあってやめさせられた。だって有田くん、帰り。不良だー。あ、春の仲間のダンサーの方なんですか？すいません、早とちりして。帰りは顔が怖いからな。うるせえ、お前こそ悪人面じゃねえか。私も怖いと思うよ、二人とも。そんでね、今日はかなでにお願いがあるんだ。うちでダンサーをやらない？かなでの経験を活かせるよ。話を聞いてたらかなで、最近トラブル続きでいろいろと辛そうじゃない？そういう気分はさ、ダンスで晴らそうってわけだよ。まあ見てな。ラム、成田、ミュージックスタートだ。オッケー、了解。あっ、わあ、何これ、素敵。すごいです、アルトさんでしたっけ。私と年齢そんなに変わりませんよね。ああ、みんな18歳だ。あと敬語を使わなくていいよ。俺は君に俺たちの仲間になってほしいんだ。でもまだ決めたわけじゃ。かなでちゃん、この人ね。フォロワー10万人、すごい。ななこさんの10倍。おお、急に尊敬の視線。現金だね、評価経済流に。さすがデジタルネイティブ世代。いや、お前も同世代だろ。どうだ、俺にはお前の力が必要だ。お前が欲しい。はあ、あるとくん、その言い方だと初対面の異性に求愛してるみたいだよ。ごめんなさい。ああ、逃げちゃった。お前の顔が怖いからだぞ、帰り。いや、なんでだよ。それからどうしたの？それから私は1週間ぶりに学校へ行きました。ななこさんが怖いので保健室登校です。あら、久しぶりじゃない、かなでさん。こんなところにいたのね。うん、速攻でバレた。じゃああんた、もう舞台監督の仕事に戻れるわね。行きましょう。私一人の力じゃ間に合わないの。いやよ、もううんざり。あんたのリーダーごっこにはもう付き合えないわ。あんたのせいで俳優のレッスンもやめさせられた。そのせいにするな。それはあんたの努力が足りなかったからでしょ。あんたみたいな意識の低い、私の足を引っ張る、そんな人間は。また切れるつもりだ。おーい、かなで、練習に行こうぜ。誰？アルトさん。だからアルト君には敬語使わなくていいって。じゃあななこさん、かなでは私たちがもらうから。な、うおーい、つっても法定速度。なんかよくわからんけどベストタイミングだったみたいだな。でさ、仲間に入ってくれるか？もちろん。ありがとうアルト君。後編に続く。重大発表です。あの TikTok で1億回以上再生された「セプテンバー」を歌っている宇治田舞さんとコラボが決定しました。ソプラノ漫画と宇治田舞さんとのコラボで1月18日に Apple Music、Spotify にて「正義」という曲をリリースします。今からでもプレイリストには追加できるので、概要欄からプレイリストに楽曲を追加して待っててね。また1月18日にフルバージョンのミュージックビデオもソプラノ漫画で公開されるのでお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。桜庭彩香です。今回のお話いかがだったでしょうか。最後、後編に続くということでですね、これ後編があるんですよね。これもう決定の続くでございます。今回がなんとこの漫画を元に歌を作る、歌にしてもらうっていう新企画なんですよ。で、どんな歌になってるかっていうのを私は収録前にいただいて聞いてるんですけど、今回の前編後編、通して一体どこでその歌が挿入されてくるのかっていうのはちょっとその場所私まだ存じ上げていないんですが、歌はね本当に私はすごい大好きな歌でした。毎回エンディングでかかっている「セプテンバー調子はどうだい」っていうあの歌もすごくコメントでもこの歌聞くと安心するなとかいい歌だねっていうコメントたくさんいただいてると思うんですけれども、もう本当にあの歌と並ぶくらいの名曲が出来上がっているなと感じておりますので、ぜひ前編見ていただいて後編も見ていただいて、曲を聴いて、それから全部お話を踏まえてまた曲を聴いてもらって、今度曲を聴いてまた漫画動画の方を見てってなると、もうどんどん深くなって染みていく企画になるんじゃないかなと思ってますのでお楽しみに。でですね、私結構最近フリートークで皆さんの推しキャラ教えてくださいって言ってるんですけど、私全然自分の話してなかったのでちょっとだけ自分の推しを語らせてください。今回みんな出てきましたけど、私見た目はカイリくんが一番好きです。単純に見た目が好きです。で、演技をしてて一番楽しいというか、こういう子友達で欲しいなって思うのははるちゃんです。なんかやっぱりあれだけはっきりいろんなこと言ってくれるともう気持ちがいいですよね。まあ、もちろんみんな好きなんですけれども、私の推しは今のところはそこで、また他のキャラクターに関してもここは好きっていう話とかできればいいなと思っています。ちょっとミーハーになっちゃうんですけど、まあせっかくなので交流の場ということでよろしくお願いいたします。それでは改めましてありがとうございました。面白いと思っていただけましたら高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。推しキャラへの愛もどんどんコメントで叫んでください。また次回もお楽しみに。ソプラノ漫画の動画を最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると制作チームの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお待ちしております。